んですよ、それはそれで。全然。うん、人だとミスはあるし、それはもう、いいんですよ、うん、それ正直に言えば。うん、でも、やっぱその、うちの妻に話してる内容とかっていうのも、全然、もう本当に、ちょっともう低レベルなんですよ、本当。だからちょっともう低レベルで、もうわけのわからんこと言ってるから、その、なんて言うんだろう、ちょっとほんまにビビってる。うん。いや、だからその、わかんないんですよ。その本当に真相があるのかどうなのか。うん。うん、だし、ちょっと、なんなんだろう、その、本当にさ、あの、まあ、なんていうか、その界隈のその嫌がらせで本当に精神的に病んじゃってるのか、そのもともとなんかそういう、ちょっと、妄想性的なものがあるのか、ちょっとそれはわかんないんですけど、うん、でもその、駅のホームに落ちた時に、その、最初の話として、なんかこう、その誰かに突き落とされたっぽいことを言ってたんですよ。はい。で、それ誰かに突き落とされたってなったら、これとんでもない重罪なんで、うん、全国ニュースになるんですよ、これって。うん、で当然、駅のホームだから防犯カメラついてるし、うん、だからもしそんなことがあろうもんなら、もう当然、殺人未遂ですよね、駅のホーム突き落としてってやるって言ったら。で当然、殺人未遂で犯人が逮捕されなきゃいけないし、うん、で、当然、その、もし電車が、ね、それで時間が遅れたとかいうふうになるんだったら、当然、あの、遅れた、ね、何分遅れてますとかいう事故に、あの人身事故により、遅れてますみたいなとか、そういう、うん、なんかニュースになるわけなんですよ、ニュースというか、まあ、ネットで。なりますね。だけど、結局、そんなもんもう全然なかったんで、はい、だからそんなもん全然ない中で、ちょっと、ほんまに、何を言いようかなっていう。うん、でなんかもう結構もうその最初も意味不明なことを結構言いよったんで、うん、これほんまちょっとどうなっとんかなっていう、うん、なんかだからその私は悪くない的なまあそんなところがあるんかなっていう、うん、でそこでなんか変にちょっとそのこと言い訳っぽいことすると、やっぱその、うん、もう富士の話題と同じじゃないですか、それっていうのが。うん、それはちょっとほんまに勘弁してほしいなって、もうその、失敗は失敗で、もう純粋にシンプルに受け入れて、反省して、次に生かすっていうことしないと、うん、とやっぱ信頼できない、信用できないんですよね、やっぱ。そういう意味わからん言い訳したり意味わからんこと言い出したら、もう怒られるのが嫌だ、謝られるのが嫌だとか、そんなこと言われてもねっていう話になっちゃうんで、そう、うん、